配属されています島袋です。よろしくお願いします。まず今どういうことが行われているのでしょうか。今ですね、修理場の、復興工事の第一段階の工事でして、木材倉庫、電信場として今施工している状態です。今こう着々と進められているんですけれど、はい、その中で島袋さんはどういった作業をされているんですか。はい、自分はですね、今技術員として、現場のですね、管理、またはですね、写真の整備を行っています。はい、こういう中身になっているのか初めて入りました。結構今階段を上ってきたんですけど、はい、ここってもしかして何階建てとかあるんですか。そうですね、まあ、下から2階になります。あ、こっちは今2階になります。ここ2階です。はい、ここが原寸場。そうです、原寸場になります。で、この上の階はどういった場所なんですか。木材倉庫になります。木材を保管しておくところですね。で、また下になるんですけど、あそこは加工場になります。はい、ここで設計図といいますか、職人さんたちが正殿の再建に向けた設計図を加工していく。そうですね。はい、20メートルのあるとやったんですけど、はいはい、結構てっぺんまで登ることもあるんですか。そうですね、こうやってこの安全帯を選択してですね、こうやって安全を確認しながら登るんですけど、自分は写真撮りに行く以外は登らないです、はい、あまり登りに行かないようにしてます。はい、現場の皆さんは大体そういう硬いところが苦手な方もいらっしゃると思うんですけど、はい、慣れていくものなんですか。あの職人に話を聞くんですけど、まあ、慣れていくとは言ってました。はい、例えば仕事でする